要塞というよりもですね。なんかそのお城と城下町の構造に近いですね。男たち牛飼いたちが。 住むです、ね、下の車ですね。職人たちも、まあ、いざ生活するときは下の車に降りているようですとです、ね、上の車のたたらばがある製鉄所がある部分とかです、ね、あのこの周りで鉄を打つところは男もいるんですけどもこれもあの通いが自由になっているから入っているみたいなんですけども基本的に上の車って女たちだけの世界なんですね。 だから烏帽御前が守ろうとしてるのは女たちだけなんだというのをこれ作ってみて本当にしみじみ感じるんですよだから潮いの,のですね香炉くたちがモロの襲撃を受けて谷に落ちた時もあっさり見捨てて帰りを急いだと。烏帽御前にとって男は消耗品で守らなければいけないのは女たちだというふうに思ってるからこういう構造になってると。 わわざわざ口にしないんだけど、ななんとなくわかってるる様子が見えるんですね。だからあのコウロクたちを見捨てる時もですね周りも割とあっさり従いますで作品内ではこの見捨てられたコウロクとタタラバでですねリーダー的なおときさんっていう女の人はですね夫婦なんですけどもしかしですねあの一緒に暮らしてる描写が全然ないんですよ。 このアニメの中で,ですね、あの結構ね、タタラバ全体のなんかこう生活描写というのはくどいほど多いんですけどもですね、夫婦生活とかあと家族生活の描写、生活感っていうのがゼロになっているんですね。もう本当に学校かアニメスタジオみたいなですね描き方になっているんですね。で、これはあの僕の想像なんですけども、おそらくですね、まあ,あの もののけ姫の中ではです、ね、いろんな事情で,です、ね、子供が一切書かれてないんですけどもです、ね、子供が生まれてきたらどうなるのかっていうと女の子が生まれると全部上のクルワで,です、ね、管理してで女生まれた女の子は幹部候補生になると思うんですね。 このタタラバの幹部候補生一期生としては幹部候補生になる。で、男の子が生まれると下の車でですね育てられてですね大事な仕事をさせてもらえない派遣社員扱いですね。女が生まれると幹部候補生社員、男が生まれると派遣社員バイト扱いで下の車で住めっていうふうに言われる。 でこれってあの未来少年コナンでハイハーバーでやってたことと全く同じなんですね。宮崎駿はこの世界をですねすでに未来少年コナンテレビシリーズの中で書いていて、ハイハーバーで男の子が生まれるとあの村の奥にある荒野というところに行ってですね、えー、家畜を育てる。 貧しい生活をさせられる。ところが女の子が生まれると女の子たちはですねなぜかハイハーバーの村の方で,です、ね、小麦を取ったりですね割と楽な生活をさせてもらえるというです、ね、そういうのをあの書いてるんですけどです、ね、まあ、全く同じ構造になっていますいて今ここの棘 <laughs> が引っかかっちゃった。でえーこの 上の車のさらにこれ実際一段下がったところにある段差が下がったところにあるんですけどもあのこの上の車にですねけ、えー、れとかですねあのたたりを持ち込まないためにですねちょっとこの池があってで水路がぐるーっと回っていてこの水路の向こうの隔離設備になっているんですね。 でこの奥にはですね、えー、感染死病患者たちの研究施設がありますね。こういうふうな構造になってます。中はあの薬草のですね採園になっています。でここで秘密兵器のですね新型のイシビアを作っているわけですね。恵保子御前たちが扱うのをま見ていると一回ごとに火薬とあの 弾をです、ねえー、詰めななきゃいけないけ、ね、火縄式と違ってです、ねえー、火薬と弾が全部入ったマガジンをです、ね、そのまま交換するカートリッジ方式がです、ね、ここで作っているこれを作ってるです、ね、開発しているハンセンシ病患者の技術者たち言葉がちょっと変なんですね。映画の中で見てると「怖いや怖いや」というふうに言ったりですね 烏帽子とも、たたらばの人とも違う。ちょっとね、京都言葉なんですよ。こうやって、都風、京都風のですね。鉛があって、貴族鉛があるんですね。だから、おそらく、あの天皇とか、朝廷側の技術者だったと思うんですね。その人たちがですね、おそらく。 海外に留学経験民家朝鮮に留学経験があってでそこでいろんな技術を学んできたんだけども病気をもらってしまったとそんな感じじゃないかなと彼らだけがちょっとね鉛が違うのが説明つかないんでそんなもんだと僕は考えてます。でこのハンセン脂病患者たちの隔離施設こそがですね烏帽子御前が地御坊にも秘密にしているです、ねこのえー、最大のポイントなんですね。 最大の秘密で開発場所はここなんですね。ジゴボウですら知らない新兵器だったですね。で、ジゴボウとしてはですね。自分たちが持っている中国式の石部屋ですね。民から輸入したもののですね。量産をさせてると思ってるんですね。 これれ、を量産してくれと早く作れそして作って無理を焼いてでしがみを倒せというふうに言ってるんですけどもです、ね、それをさらに改良して、えー、自分たちの武器を作り上げて量産しようとしているというエボシ御前のです、ね、野望は自己房も知らなかったんですね。なのであのおっことの人の戦いにおいてです、ね、エボシは堂々とその新型の石火を持って現れるんですね。だかから、らにそれらを見せたのは何でというと、まあ、ある種 えー、秘密兵器でありながら私たちはこういうものも作ることができるのでもうちょっと私たちを大事にしてもいい具体的に言えば、えー、タタラバを解体したり占領するのはやめてもうちょっと私たちの好きにさせた方があなたたちに値打ちがあるよという意味かもわかんないしもうすぐこれは自己房との共存関係が終わるという戦闘、ねえー、のです、ね、意思表示かもしれないそういうふうなサインかもしれないというふうに思いました。